今日は田辺さんです。田辺さん、今日はどなたですかね。あ、田辺さん、あ、一発目から徳川家康さんのゆかりの地なんですって、はい、なんでですかね。なんかこの辺ね、あんまりイメージないですけどね。こうやって歩いてたらしいよ。あ、そうそう、歩いてるでいうとだいぶいろんなとこ歩かはったんでしょうけどね、うん、歩いてる人家康になったつもりで。あ、本当ですか。いざ殿出立でござるぞ、はい、大人旅歩き旅、今回は家康が駆け抜けた京田辺でうまいもん巡り。京田辺が誇る日本一のお茶、さらに京田辺すごいね新発見が続々。京田辺のうまいもん、そしてえ、こんな間近で、はい、なんと国宝が目の前に。春爛漫、歴史と美食の旅へ。大阪発ぶらり再発見、大人旅歩き旅、京田辺の旅。あなたの人生が変わる出会いが待っています。大阪発ぶらり再発見、京田辺の旅。大阪から京田辺へは普通列車と快速でおよそ50分です。徳川家康さんのゆかりの地なんですって。なんでここでかなと思うんですけど。はい、めっちゃあの上りいろんなところに立ててすごいね、ね、押してるね。ねえ、で立てたらやっぱりゆかりの地なんやっていう感じがして。商工会館だからか。商工会館、伊賀越えね。伊賀越えってどういうことですか。ここから伊賀に。そういうことでしょう。2人がやってきたのは京田辺市の観光案内所。家康と京田辺にはどんな関係があるんでしょうか。伊賀越えっていうことは山越えて行けるっていうことなんですか、この京田辺から。はい、明智光秀の謀反により織田信長が討たれた本能寺の変。その時家康は堺見物の最中でした。光秀の勢力圏に変わった畿内に取り残され、生涯最大のピンチを迎えた家康。その三河までの逃避行の難所が伊賀でした。その時に大阪の方からこちら京田辺市を通りまして、はいはい、伊賀を越えて逃げ帰ったというふうに、されております。大切な場所なんですね。そうなんです、家康にとって。面白いね、そんな言われがあったの、はい、こちらでは京田辺の名物を体験できるそうで、こちらで玉露の体験の、はい、入れ方、また飲んでいただけるというようなことができます、はい、へー、どうでしょうか。これ、はい、京田辺は玉露の産地で、はい、全国一の玉露を作ってるという。そうなんですか、はい、実は日本有数の玉露の産地である京田辺、去年お茶の品評会で日本一に輝きました。わあ、いい香り、ね、緑の、うわ、食べたくなるねそうそうそう、はい、よくあとうまくまんべんなく入れてもらって、こぼしちゃったですね、お茶の開き具合を見ていただいて。わあ、ほんまや、ごめんなさい、これをね、少量の湯で入れる玉露と、ここで三田村が気になったのが、葉っぱがお湯吸っちゃって、そう、何も出てこない気がする。何も出てこない気がするよね。そうなんですよここに入れたらさもう涙の雫ぐらいの、ね、出るかな。あ、私出た、出た出た出た、はい、あ、ちょっと出ました、はい、で、あまり振らずに最後の一滴まで入れるっていうのが玉露なんですね。これ最後の一滴が一番旨味が美味しい。一応乾杯する酒じゃないけどさ、はい、なんか気分的にはしたいですね。なんか、ね、なんかおチョコみたいだもんね、これ。ん？すんごい美味しい。いかがでしょう。美味しい。何よこれ。なんかお出汁だよね、高級な。はい。
ものすごいまろやかで、はい、甘みがほんわかしてて、うん、すごいですね、旨味の広がり方というか。玉露の旨味の秘密はその栽培方法にあります。日光を遮断して育てることで旨味成分がより多い茶葉になるんです。さらに飲んだ後にもお楽しみが。なんかこれ食べたい ね、やんと、あ、はい、やっぱりね、はい、お箸があったりするから、なんでお箸があるのかなと思ったの。ポン酢なんですけど、うちはポン酢ですか。お茶の葉っぱをこうやっていただくっていうのはなかなかないよね。うん、あ、やわらかくなった。やわらかくなりました。おいしい、おいしい。これもう苦味がなんとも言えず美味しいですね。800円安いですね、はい、なんか玉露ってすっごい高い、そうなんです、ね、はい、思うと思ったらキロ100万円がつきました、はい、はい、キロ100万円、はい、100グラム10万円、はい、もったいない、食べますわ。食べとこう私も。京田鍋に残る伊賀越えの足跡、家屋さんがこの辺で渡し船で向こうまで、木津川を渡る伊賀越え最大の難所、草地の渡し。ここで命を落とした穴山梅雪は今もこの地に眠っています。再び駅前をぶらり。ステーキ良いですね。昼からステーキねえ、豪華ですね。カレーがある。カレーにしよう。え、牛カツカレー。しかも牛カツですよね、きっと。あ、いい香り。お肉の香りする。よければ。お、ありがとうございます。ありがとうございます。え、オーナーですか。オーナーです。あの、2人で、兄弟で。あ、兄弟。お兄弟で。京田鍋出身の兄弟が4年前から始めたステーキハウス。乾杯。あー、最高。最高ですね、はい、4年前って29歳で24、5から。そうですね、25の年から独立されて。大阪の有名ステーキハウスでの修行を経て20代で独立。お店の顔ともいえるお肉は、うわ、すごい。うわ、こちらヒレ肉になってます。うわ、すごいですね。めちゃくちゃピンク。今日はすごいサシが入ってて、もういい部位になってますね。サシだらけですね。サシだらけです。関西では珍しい岐阜県のブランド和牛、飛騨牛。美しい霜降りときめ細かな肉質が特徴です。大炎上。極上の飛騨牛のステーキとカツに大興奮。ぐぐぐぐ。大人旅、歩き旅、京田鍋の旅。関西では珍しい飛騨牛を使った豪華ランチ。やっぱり鉄板じゃないとこの表面カリッとね。表面に焦げ目をつけるのは肉汁を閉じ込めるため。こだわりの焼き方は他にも。ご飯焼いて、え、ご飯も今から焼いていきます。カレーのご飯ですか、これ。こちらはお重のご飯になります。お重のご飯を焼いてくれるんや。お、面白いね。醤油で味付けしたご飯を表面がこんがりするまで焼き上げます。ステーキ重。ステーキ重、はい、うわー、なんとまたステーキ。素敵なステーキ。綺麗。そうですね、しばらく見ときたい、うん、割りますよ、はい。うわ、どやさどやさ。
どうですか。久しぶりに見た江戸春美さんのやつ。焼いたご飯最高。この商品に合う。焼いたことによって、ね、香ばしさが口の中にうわっと広がって、はい、うんうんうん、美味しいですか。美味しいです。ありがとうございます。そして牛カツにもお店こだわりの揚げ方が。ここ揚げ物ここでこちらで揚げ焼きに揚げ焼きに、無駄な油がなくてヘルシーに仕上がるという形になってます。結構やっぱカツにすることによって普段のお肉より肉汁が中に閉じこもるんで柔らかく仕上がるっていう。ちょっとフランベいたしますね。はい、お失礼します。はや、はい、仕上げにブランデーで香り付け。気になる焼き具合は、それで中どのぐらいになってるんだろう。知ってますね。きれい、最高。全体的に火が通ってますね。そう、わ、きれい、きれい。ちょっと写真撮っていい？撮りたいですけど撮っといてください。三田村さん、さらにカレールーにも飛騨牛が。筋肉を煮込むことなんと3日。飛騨牛の旨味がたっぷり詰まった一皿に。肉がめちゃくちゃ柔らかい。このお肉も、お肉トロトロだった。うん、すごいですね。ありがとうございます。ハートをギューッとつかまれたんだね。憎いね。お家でご飯作るんですか。家では作るんですけど、スルーされちゃった。休みの日に作る。牛と肉かけたのにマイコさんにスルーされちゃった。どうした、なんで寝てるんですか。この間さ、はい、テレビでやってたんだけどさ、はい、マンホールをさ、はい、写真撮って SNS で載っけてるっていうさ、はいはいはい、いろんなのがあるのね。はい、残念ながらお水のやつしかないですこれカフェがある。サボローカフェがある。何サボってんねんみたいな。ですよね。サボロー、かわいいお店。え、これ素敵。普通のお宅じゃん。はい、蒸しパンあります。すいません。え、その躊躇なく押すの。ピンポンダッシュしてたでしょ、子供の時。いやいや、浜崎様、はいはい、あ、びっくりした。わー、びっくりした。すいません、こっちでした。お家です。あ、家でした。あ、こっちお家。そっち、そっち自宅で。あ、違うんですか。こっちがお店。こっちがお店。お邪魔します。すごい、面白い。こちらは世界中の貴重なコーヒー豆を取り扱う焙煎所兼カフェ。オーナーの浜崎さんはコーヒー鑑定士で、味の違いを見分ける世界大会で2位に輝きました。そんなオーナーのおすすめは、はい、一番僕が楽しんでほしいなと思っているのはライブブレンドっていうやつがありまして、はい、これはお客様のお好み聞いてから、ちょっと苦いめが好きとか香りが強いですけど逆に酸味嫌いやねんとか、そういうのを聞いてからこうブレンドして、はい、飲んでくださいっていう。エスプレッソなんか大好きなんで、がっつり苦いやつ。ちょっと酸っぱいのはいらない。苦味バシッタ。苦味バシッタ。コーヒーお願いします。でもね、私はかき氷が気になってるんです。かき氷、はい、かき氷。あ、え、こんなのもやられてるんですか。そうです、かき氷も。コーヒーをベースにしたかき氷とか、かき氷、カカオの果肉を使ったシロップを、ええ、苦味が好きな三田村のために入れるコーヒー、果たしてどんな一杯に。うわ、すごいね、これ。おー、美味しそう。うわ、たっぷり。ほんとだ。ありがとうございます。美味しそう。美味しい。これは酸味がもうほとんどないですね。で、インドネシアのマンデリンっていうコーヒーと、あとコロンビアの深入り、うん、とんがってないブレンドが上手なんですね、うん。そしてもう一つの名物は一年中食べられるかき氷。シロップ代わりに使うオリジナルの濃縮コーヒーはコロンビア産の希少な豆から作られています。
キャラメルみたいに見える。そうですね。これ、ね、これが黒蜜 で下にこう練乳を入れてるので、まあ、食べ進めていくと味変していくっていう感じで。美味しい。しっかりコーヒー。うん。しっかりコーヒー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 です。甘みもちょうどよくって。さらにコーヒーとかき氷に合う大人の隠し味が。まあまあこんなやつも。酒。あれ？あ、あら。コーヒーに入れれるんですよ。ね。あ、コーヒーに入れる飲酒。こんな感じの香りのやつです。このまま飲みたいね。やめてくださいよ。こっち始めだけ。おお。え、匂い嗅いで。すっごいいい香り。まろやかな香り。香り。これ飲んでいいですか？ちょっと始めだけ。あら。あ、大丈夫、洗っても大丈夫ですちびっと。いや、ちょっとじゃないじゃん甘い。度数が高いから来るんだけど、結構な甘さは感じる違う、違う玉露じゃないですよ美味しいですね。気に召した。サトウキビから作るラム酒の甘みはコーヒーとの相性もいいということですが、うわあ、合う。確かにコーヒーに合う感じが。それもめちゃくちゃ美味しいです。これは美味しい。やっばいですこれ。やばいですね、はい、ベロンベロンになっちゃう京田鍋いいね。いいですね。ステーキ食べてここでデザートのコースだね。はい、もう一回来たとしても同じコース回って、同じコース回る、ね、見てる人何にも面白くないでしょうけどね京田鍋の見どころは他にも。春景色が広がる名所をぶらり。真っ黄色だね。ねえ、綺麗ですね。なかなか最近見ないですね、この菜の花畑って。そうだね。あ、道路があって、あ、家康湖、家康湖、伊賀越えの道伊賀越えて、伊賀越えて地元に岡崎城まで帰っちゃった。さらに進むと見えてきたのが、こんにちは。こんにちは。お邪魔いたします。よろしくお願いします。お邪魔いたします。およそ1300年前天武天皇によって開かれたお寺、伊賀越えの道中家康が近くで一夜を明かしたとも伝わります。こちらには全国でも貴重な国宝があるそうですが、え、こんな間近で、こちらっていいんですか、はい、ちょっと鳥肌が立ちました。こう、さらに地元で大人気名当主を育てたおかんのお好み焼きとは。大人旅歩き旅、京田鍋の旅。奈良時代から伝わる京田鍋唯一の国宝とは。え、え、こんな間近で、こちらっていいんですか、はい、初めてここ入るの。失礼します。はい、こちらが奈良時代天平期に、作られた木心観室、国宝の十一面観音菩薩になります。一番近くで拝んでもらっていいというような形で年中休みなしに拝観していただいてます。黒い部分は漆、木彫りの像に漆を盛り上げて作る木心観室という奈良時代の技法で、国宝の中でも2体しかない貴重な仏像です。1300年、はい、そうですね、この地で1250年以上ありますね、はい、多分昔は触れて撫でて、そうですね、あの足とかはね、そう、あの近いんで手が届くんでね、そういったこともあったとは思います。すっごく綺麗。綺麗です。ちょっとねお下がりいただいた方がもう少し、ね、お顔が変わるんですよ、ちょっと鳥肌が立ちました。こう失礼します。その辺からの方がねお顔が変わるんですよ。あ、本当だ、全然違う目線が。そうですね、はい、ちょっとふくよかな感じ、はい、します。
角度によってお顔の見え方が異なる菩薩像。さまざまな表情を間近で拝見できるのはこのお寺ならでは。ちょっといい具合にお腹空いてきたよね。はい、ちょっとスッと落ちて。なんか地元でね、はい、大人気なお店なんですって。へえ。あ、ここだ。あ、なんかいい店構えですね。すいません、こんにちは。こんにちは。お世話になります。すごいですね。もうすでにここにあるじゃないですか。ありがとう。あ、似てるかな。ね、YG のマークにしてほしいかなと。L なんですけど。宇都宮選手のお母さん。野球ファンにはたまらないお好み焼き宇都宮。元巨人のエースで現在は西武のコーチ、宇都宮哲也さんのお母さんのお店です。はい、どうも。やっぱりいただきます。あ、おいしい。もうお店は長いんですか。丸11年、12年目になります。12年目。スピード感ありがとうございます。ありがとうございます。あ、いい竹の子です。常連さんが飽きないよう日替わりで作るお惣菜、宇都宮家の食卓にも並ぶお袋の味です。これ食べたら野球うまくなりそうな気がする、ね、なんかいいことありそう、うん、あら、いいお味。わかめが肉厚。本当、うん、タケノコも盛りたてですから、うん、そうですね、美味しい、うん、さらに宇都宮選手のマル秘話も。父親が戦前 の、 あのジャイアンツの選手で、だからあの子の祖父が。あ、そうなんですか。父親が26番を初めてつけたらしいんですよ。はい、でそれで26番空いてたんで、うわー、ちょっと鳥肌立っちゃった、はいね、かっこいい話です。うわ、お好み焼きはミックスをオーダー。山芋入りのふっくら生地に細かく刻んだキャベツ、いろんな食感が楽しめる人気の一枚です。裏返したら蓋をかぶせてさらにふっくらさせるのがお母さんのこだわり。宇都宮選手もよく食べるというお店の名物です。うわ、おいしそう。匂いでハイボール飲める。え、ミックス、イカもゴロッと、ね、だってエビすごかったですよ。あ、そう、はい、立派なエビが。うわー、すごい。うん、おいしい。なんかふわふわ、イカおいしい、うん、キャベツの食感が残ってるのがめっちゃ好きです。生地がとってもおいしいし、うん、俺の家に1キロ圏内に、はいはい、この宇都宮さんだったら、はい、毎日通ってるね。嫌ですね、毎日来られたら。ハイボールを。ハイボール、はい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 、もう酔っ払いじゃないですか。あ、野菜がいっぱい。うわー、タケノコ、セリー、京田鍋の新鮮な野菜が並ぶ普賢寺ふれあいの駅。旬の野菜をお手頃価格で購入できます。さらにカフェでのんびり休憩も。この時期の人気は京田鍋さんの抹茶を使ったフローズン抹茶。美味しい、はい、甘すぎずほんのり抹茶の苦みがあって